こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今朝無事に3日目に退院することができました。スケジュール通りやね。スケジュール通り。胆石は私は見てないんですが、娘言うのに先生曰く胆石にも2通りあって、石のような胆石の場合とドロッとした胆石の場合とがあって、私のはドロッとした胆石だそうです。黄色い胆石は取りましたのでありませんということでした。安心をしてます。綺麗になったみたいなね、うん、掃除してくれたというかね。そうそうそう。入院中はどうやった？暇でしょうがなかった。もう点滴はしようけど、はい、暇やき上向いて寝る言うてもあり、 YouTube で皆さんがコメントくれっちゅうのが結構溜まっちゃったがよ。小石灰の時のは2000円なんばってやん。あれ最初見かけて時間がなくて途中でやめちゃったりして、コメントの見るのが溜まってたのでゆっくり見させていただきました。ありがたかった。本当に皆さんにはご心配をおかけしましたし、励ましのお言葉もいただきまして嬉しかったです。ありがとうございました。それで今日は何するの？今日は台風が来るので。台風も遅いね。遅い、のらりくらりの台風やき、幸いにして雨が降らんので草でも引こうかなと。前回の入院がその間の畑の草が伸びて引いてるんですけど、まだまだ残ってるのでそれを引いていこうかなと。今までやったらこんなに背の高になる前に引けよ。こんなに花が咲かないうちに、種ができないうちに引いてたので、今回はかなり伸びて種も落ちてますのでそれが残念やけど、引いていかんと片付かんので引いていこうかなと。長い草はどういうふうに処理していくかということを今日はやってこと、うん、その前になんかスイカ取られたっていう3個残しちゃったがよ、入院する前に。3日焼き帰ってきたちょうどぐらいかなと。まだつるも茶色なりかけやったので、今朝退院してすぐに畑へ来て1個持って帰ろうと思って見に来たら3個のはずが2個しかない。あとちっちゃいのはいっぱいあるけど、大きいやつや。大きいのが3個のうち1個なくなっちゅう。大玉のラオウやろ。ラオウがぐらいのやつを持って帰ったのかね。ちょうどのがね。そこ草行く前にちょっと見てみましょうか。スイカ、うん、あそこに1個あります、大きいのが。今朝1個この辺のがを持って帰ったので、この辺に1個ないという考えよ。あ、そうなの。この辺にそこには大きいが1個あるわね。1個もう1個ないという考え。あ、そこちょうど見やすいとこやき。この辺やきあんまりツルが茂ってないので、うん、見やすいかなと。これはまだヒゲが茶色くなってないき、見てわかる人が持っていっちゅうろ、茶色くなっちゅうやつを。ああ、ちょうどバーの美味しいやつを持って帰ったとき。うん、多分、うん、ここらにも小さいがあるけど、こんなんじゃないだよね。そんなんじゃない。それもこれもラオウじゃないや。ラオウはラオウやけど、一番なりやないき。はいはい、一番なりを持って帰っちゅうわ。そう、これ一番なりよ。ずっと置いちょったやつを、うん、楽しみにしちょったやつを持って帰った。そうそうそう。それはいかんね。それが一個足りん。まあもうしょうがないわ。まあねえ、楽しみで作るのにそんな持って行ったらいかんよ。しょうがないじゃん、ないもん。こないだもよ、うん、新聞で別のやつやけど、うん、紫陽花を植えちゅうやつを、うん、根ごと持って帰った人がおるで。あら、投稿しちょって。紫陽花って宿根長やろ。そう、ずっと世話しゅうがや、何年も多分、うん、それを根ごとこっそり持って帰っちゅう人がおる。あらららら。言うて、その紫陽花を見て綺麗と思うろうか言うて。そりゃそうやろ、人を送ることできたもん、綺麗と思うろうか。どんな心しろね。そりゃそうよね、うんうん、取っていったスイカも美味しいのかね。多分美味しいと思うその人はそんなことは気にせんのかね。ちょうどの大きさやき、ラオウの売れちゅうと思う。けど食べる時に心痛まんのかね。痛むやったら持っていかんの、まあね、これもし見よったら美味しかったかコメントくださいそらないろひろちゃんおらんき勝手にいただきました言ってコメントくださいそれはないと思うよ。ちょっと草やってみますか。はい、はい、残っちゅうのは簡単に引けるやつ。それは簡単に引けるわ。そう、それは普通に足元が見にくいだけで普通に引けるわ、うん、そう。こんなに種が上がったらいかんがよ、本当は。それまでにいかんって考え。ああ、こう裂いてね、うん、こんなのあったらいかん。種だらけで、うん、まあしょうがないわね。ここら引きやすい木、パッパッパッパ引けるか。引けるよ、こういうのは、うん、それでも濡れちゅうしない。この手の草は引きやすいが、これが引きにくい、この真草。これが根が張ってね。けど、まあ、まだこれ花が咲いてない木、引けるけど。雨も降っちゅうし、だいぶ違うね。そう、
引くのは簡単よ。まあ、これほど生やしたらいかんね。これほど生やしたらね、ダメでございます。さっきつるはしでやるやったろ、うん、それはどうやってやるわ。それは草が違う。どんな草？この手の草やけど、これはまだ種が出てないけど。大きくなってないってこと？うん、引きやすいけど、うん、これぐらいやったら引ける、うん、この手は引きやすい。この草が根が張るわよ、うん、その平井中、うん、これまだ若い木、いいけど、もうちょっと置いたら引き抜く。あんま振っちゃってもやっぱ引き抜く。うん、根が張っちゅうけど。根を浮かしてから、うん、半分根切りゆうけどね、つるはしで。それで、あとは手で引っ張って、土をのけて、残砂処理入れようかなと。引く側もこんな感じでやるだけ？そう。残砂処理のとこちょっと見てみる？いっぱいよ。いっぱいちょっと見せてもらったらええ、うん、どんな状況になっちゅうか。ミロンのボックスで入れるやろ。そう。じゃあ行く？はい。じゃあこれも持って行こうかね。ここも草いっぱいやね。ここの草も、この手の草はツルハシがないとこ。ああ、さっきの同じやつ？うん、こんなに広がっちゅうき、根が広がっちゅうき。これはいかんかい。うん、いかん。ジャングルやな。もうここらすごいわ。すごいな。これヤーコン、これでが。ヤーコン、いかん。こんな枯れてくるもんな。いやいや、これ水が足りん、肥料が足りんがよ。あ、そうな。ここのネギもかわいそうに草の間。これはネギ同士もならんで。はい。ここはいっぱいです。ここ入れるわ。うん。スターティス入れちゃった。これ入れたら入れたらどん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 沈むね。下がる気。助かるね。うん、米ぬかも入れる。うん、米ぬか来ないでいっぱい入れる。あそこ引いたら、うん、今度ここに引いてこないか。そうね。これ撮影終わったら、その大きい側だけ俺ちょっとパーッと引いちょこうか。引ける？うん、細かくは引けんけど、パーッと引く場のことは引ける気。うん、引いちょってんじゃん。もう引っ取れてと終わらんの。終わらん。うん、パーッとその細かいとこはできんけど、大きい側だけパーッと引いちょこうか。ここにまた大根巻きたいき。ああ、そうやね。うん。大根は連作でずっと作るということ？そうそう。ここの蓋をね。うん、そうやね。ここの作業順番に今日はやりますか？はい。はい。今日は退院したご報告と草引き。退院してまだ何時間も経ってないけど、全然体力的には大丈夫。全然。馬力ある、うん、内視鏡やし、お腹に全然傷もいってないし、なんともない、うん、ちょうど永久化やったということ、うん、一昨日入院した日に手術したよ、うん、昨日の朝血液取って先生が来てくれて、血液に異常がありませんので予定通り明日退院になります、朝のうちに退院しますかって言ってくれた。嬉しかった。嬉しかった。まあ大丈夫よ、もう力もりもん。これから秋野菜が始まる期、草引いて準備して準備してどんどんやっていかなかった、うん、今度の台風大きいので多分これらも危ないかもしれんけど、その時はその時、まあその時はその時太陽熱消毒をしようかなと。どこ？ここ白菜とかできるところをやっていこうかなと、はい、きゅうりももう片付けてキャベツ植えるように太陽熱消毒をしとこうかなと思ってます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。病院におっても退屈することないしね。健康第一。そう、ありがとうございました。ニコ。それと今日は何するわ？今日は台風が来るので草でも引こうかなと。引いていかんと片付かんので引いていこうかなと。その前になんかスイカ取られたっていう。今朝退院してすぐに畑へ来て1個持って帰ろうと思って見に来たら3個のはずが2個しかない。もう1個ないとか。この辺焼きあんまりツルが茂ってないので、うん、見やすいかなと。
これはまだひげが茶色くなってないき見てわかる人が持っていっちゅう茶色くなっちゅうやつ、うん、ここらにも小さいがあるけどこんなんじゃないだよね。そんなんじゃない。それもこれもラオウじゃないや。ラオウはラオウやけど一番なりやないき。取っていったスイカも美味しいのかね。多分美味しいと思うその人はそんなことは気にせんのかね。ちょうどの大きさやきラオウの売れちゅうと思う。